Okay, welcome back to more Telling Horizon. I just defeated the dragon because I trained a little bit. Got to level 25 for all of them, except for Ample, because he was up level 25. And didn't actually know I was going to beat the dragon that quickly, but it's fine. アンペルさんやリラさんが加わったからかな。前より随分と楽に片付けられた。そこは素直に私たちのせい。そうだね。アンペルさん、この召喚ってで普通は召喚する数には制限を設けるはずだが、場所が場所だ。それもじゃあ先を急いだ方が良さそうだな。物言いが一発の戦士になってきたな。塔が目と鼻の先だから気が流行ってるだけさ。みんなそろそろ行くぞ。I guess it's probably up there. Oh, where are you going? I think I have to get that weird fly ability. Maybe. What does this looks like? Kind of like an alchemy cauldron, but different somehow. This is a multi-cauldron, another ancient artifact. Wow, another ancient artifact. Based on the name, I'm guessing it lets you multiply things? Exactly so. It lets you take any given synthesis item and duplicate it for mass production. Wow, that sounds super useful. Indeed. Any good alchemist would be thrilled to have one. It's actually a fairly common ancient artifact. Sounds like even people back then had the same kind of stuff in mind. Can I take this one for myself? That's a big one.
で来た。たどり着いた。どいつもこいつも見たか。俺はやったぞ。大はしゃぎね。まあレントにとってもあた気持ちはわからんでもないが、ほどほどにな。峡谷を突破され袋ごと、ここにいた人たちはやっぱり一見しただけではわからん。詳しく調べれば何かわかるかもしれないが、とう聖なる何かあったの？と、うん、昼が聖なる塔ピオニール暴虐のピオニール生徒か、竜の召喚みたいにフィル、わざわざフィルフサの大軍をか、ただの思いつきだよ、うん、早期に門を塞がねば空剣島の周辺もこのような惨状を呈する羽目に。フィルフサの活動しやすい寒気がもうすぐ来ちゃうんだよね。うん、歓喜は本当に甘く、あくまで仮にだけど、元凶の門を壊せばフィルフサはこっちに出てこられないんじゃ。それはおすすめできんな。門を破壊すると世界をつなぎ止める莫大な力が解放されて、私たちが門を忌々しく思いつつも、破壊ではなく手間暇のかかる封印。じゃあ歓喜、あんたね、村の大人みたいなこと言うんじゃないの。だって怖いものは怖いよ。僕らだけで大侵攻を食い止められるわけでもないしさ。閉じこもった場合は島だけは無事で、周辺地域一帯がフィルッサに荒らし尽くされることになるだろうな。それはダメだと思う。門は壊せない、大侵攻は防げない。弾を壊せば村から水が消える。それを突破する手がかりを探して今ここを歩き回ってるんだと。そうだな、まずはこの塔の調査から始めような。よーいしょ、宝石だ。綺麗だね。調合材料にするの気が利くんだけど、これも錬金術のため。虫が何の役に立つかは分からないけど、とりあえず集めよう。よーい、大きい材料なら俺の剣で細かくするか。これはこの塔で戦った兵隊が書き残したものみたいだ。もう時間がない。あの恐ろしい魔物との戦いは、あ、俺は街道を警備する一兵卒でしかない。なのに混乱の中戦えるからと、どこの悪党がどんな大罪を犯せば、黄金の麦畑も緑の丘も、神よ、せめて避難のため別れた妻と子に、ここで終わる。よーいしょ、糸は束ねて縛っておけば管理しやすいぞ。錬金術はしっかりとした学問だが、それでも神秘の力に頼ることは多い。これも役に立つだろう。書式からしてこの人は貴族なのかな。異界で息子が、腕の中で妻が、そして今
私も我が由緒ある家系が途絶えるは無念。領地が町が領民が魔物に踏みにじられるのを眺めていただく王家の命とはいえ、奇怪な門を領内に建造し、救いの手立てをまた錬金術に頼るしかないとは、なんと惨めで。ペンが横に滑ってる。多分この人ここまで書いて。何が出るかな。Power reactor. Oh, I can't get this chest. すごく大きな結晶。村から時折キラキラ光って見えてたのってこれだったんだね。どう？やっぱり塔の頂上は感慨深い。ここから見下ろした光景が全部ミルフさんの軍勢だった時に絶望って。私たちが絶対そうさせない。まずはそれ。そうだな。ここが最上階だ。重要なものがある可能性は高い。しっかり調べるぞ。ここにもフィルフサに踏み荒らされたっぽい跡が残ってるね。そんな状態ってことは当然誰陥落した城塞跡なんてそんなものだ。相手がフィルフサ。瓦礫の下にこんな。これはクリント王国の遺跡で稀に使われる形式の鍵だな。ボロボロだけどすごい力が込められてる。小さく刻んである文字は鍵のあったところに。これは巻き紋章がどうかした。ああ、こいつはクリント王国の高位錬金術師だけが用いる紋章だ。署名は南フルークスター管区長の役職名だけか。文書のない。そうせくな。本書はうさんくさいまじないと侮られ続けた我らが錬金術は、我らは王国の力となり光となり糧となった。死を呼ぶ病となった。我らは異界より資源。我らはそのために自らの良心を眠ら、彼らの聖地から資源を奪い続けた我らに虫歯みの女王がフィルフサを引き連れ来た。我らにできたのは研究施設だった塔を用い、フィルフサをおびき寄せ領民が避難する時間を稼ぐ。あれほどに満ちていた力も光も糧も全て消え失せた。王国と民衆、そして我らリラス。この遺言を読む誰かに我が未練を託したい。この地より南方の汽水湖上に我。え？南方の汽水湖建造したその名を空剣。どうかここを訪れてほしい。いまだ
なんだか妙な方向に話が進んでしまったな。構わん。どう悔いたとして、何を語ったとして、そこは私も一緒だな。だからその行為に抗う。結構なことだ。多少の同情でフラフ。やれやれ。それも変える気はない。アンペルさん、リラさん。わかった。ああ。どこの誰とも知らん悪党さんよ。島の。行けるところが増えたね。よし、行くぞ。落ち着いて考えてみても、村の水源が古式ヒグの次はスン。ライザたち島の人もフィルスタの大侵攻から逃れた遺跡だらけの島に住んでいたんだ。さすがに無関係とは思っていなかったのだろう。さすがに昔とい、ああ、むしろ関係してるのは嫌な気分だよ。余計な気は回さなくていい。むしろその関わりを実感できない理由の方に、私恐れるものや決まり事ばかり多いくせに、具体的な理由が分かったの？あくまで推測だが、前にも話した通り、王国は国の秘密とかそういうやつ、それら情報操作と襲われた実体験が歳月を経るうちに、つまりは島の外に対する固くなすぎるほどの忌避だ。なるほど。とにかく何が何でもダメ。ようやく今とつながる実感が湧いた。まあ、ご先祖を救った島もクリント王国が作ったんだ。その分、それだって自業自得の。ねえライザ、次はあの遺言と一緒に見つけた鍵で島を調べる。うん、とりあえず島にある遺跡を回って、中に入る仕掛けって書いてあったし。どうかしたのかタオ。島のことなら僕も気になることがあるから。ん、いいよ。あの島はそれこそ遺跡の塊みたいなものだが。ありそ。アンペルさんはモリッツさんに文句言われたか。ああ、ブルネン家の、ま、あそこには古い建物とか石碑とか。なるほど、見てみる必要はありそうだ。今なら調べに行く。Thank you.
guess we still can't make one. That's level 30. どこに入れよ。さあ、何を入れるのがいいかな。いい感じかも。何を入れるのがいいかな。いい感じかも。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。 何をしようか迷うんだよな。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れ、どれにしようかな。これでうまくいくかな。できた、バッチリ。少しは成長できたみたい。できたけど、フラムロッドを使う。アンペルさん、 これはフリマワスことで炎が出る魔法の杖だ。いろんなものを燃やすことができるぞ。すごい。じゃあこれを使って魔物と。いや、炎を当てることはできるだろうが、そこまで丈夫なものでもないし、戦いにはあまり向いてないな。それよりはやはり最初道具として使うのがいいだろう。一風変わったものが取れると思うぞ。とはいえ、燃えるものを取るのに使うのはやめ。 The bomb rod can be equipped and used as an exploration item. All the infield, yeah. Press Y to swing in a fiery explosion. You can hold, blow things up to gather lots of stuff, but it may also set some materials on fire. However, once the material is done burning, it might result in an all new item. You can clear rocks and other obstacles blocking your path. Also, if you swing it at a monster to enter battle, it will deal some initial damage to the enemy. どうしようかな。どこに入れようかな。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。Okay, let's go. 何作っちゃおうかな。どこにし、さあ、何を入れよう。おお、いい感じかも。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。 何を入れるのがいい。さあ、何を入れるのがいい。さあ、何を入れよう。どれにしようかな。これでさあ、どうだ。じゃーん、こんな感じかな。どこに何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。 何かが変わりそう。どれがいいかな。これでとうまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。なんか上達してきた気がする。
どこに行こうかな。どこに行くのかね。よし、行くぞ。So now it's going to tell me what this is. こいつは思った以上人工島の中に入る文字が書かれているようだが、読めはするが何ということはない。まあここが秘密の入り口ですと書くほどクリントというわけでないぞ。そんなでかくてよくわからんもの。どこかに鍵穴が隠されてたりするのかな。それこそあるいは単純に年月。お前たち三人は記念碑じ。わかった。じゃあ後で。どうだった？うん、鍵穴とか、それここに同じくらいの大きさのくぼみはあるんだけど、はめてみても何も起こらないし。アンペルさんたちの方も何も見つからなかった。ああ、枯れた噴水にも足を伸ばしたが、高台に全てを埋もれさせるほどの度量はない。いきなり行き詰まっちまったな。改めてそう言われると人工島って聞いた瞬間、実際に住んでるお前の看護師、あとはもうどこも横並びかな。じゃあ全員自分がそれっぽいと思ったところを手分けして探すことにしようぜ。現状他に打つ手もないな。それじゃあ、よし、鍵穴捜索作戦。どこに行くんだ。Guess I don't need to reinvestigate this. やっぱりこれが一番怪しいんだよな。私の勘がそう言ってる。くぼみにははまるけど。どこに行こうかな。よし、行くぞ。どこに行くのかね。よし、行くぞ。高台にあるのと同じようなのが
なんかくぼみはあるけど、トレッペの高台のと。ねえ、どこに行くんだい？よし、行くぞ。どこに行くんだ？よし、行くぞ。なんかくぼ…みんな、どうだった？ラーゼン地区の方を探してみたんだが、そ…つまり…あっさり言うなよ。だ…そっか…旧市街から南の水没した地区まで、古そうなところを回…旧市街はほとんど島の人間が…私は島に残る森屋に。私も港から防電地区までをもう一度細かく調べ直してみた。これやっぱりここで使うものじゃないのかな。こんだけ駆け回らされた後で今さら間違ってたってのは勘弁してほしいぜ。ああみんな、え、ほんと、またずいぶん、さっきレントが来た時に言ってた。え、でも鍵穴は見つからなくって。使い方が違うんだよ。つまり記念碑のくぼみ。もうやったわよそれ。え、真ん中にあるそれがぴったり入るくぼみでしょ。当然はめ込んでみたよ。上下左右もひっくり返して。あれ、そうなんだ、おかしき。確かにライザがやったのと同じ方法だな。長い年月を経て鍵もくぼ。そんな、せっかく直そう。そのための錬金術だよ。クリント王国の錬金術でも修復じゃなくて最初に見つけた時に感じ。なるほど、良いはず。うん、ま、何作っちゃおうかな。 So I need a holy drop. Where do I get that? I'm gonna split the party here. See you next time.